11月10日、全国大会や国際大会で優勝するなどした、スポーツ選手や団体に愛媛県が贈る、笑顔の愛媛文化、スポーツ賞の表彰式が県庁で行われました。表彰式では、自転車やボートなどで活躍した、7団体28個人が表彰されました。これを受けて中村知事は、長い期間にわたって、 日々努力を積み重ねてきた結果が全国、世界レベルでの好成績につながったんだと思う。皆さんはこれから先、大いなる可能性を持っていると思うので、常に夢を持って精進し、これからも人々に感動を与えてほしい。と述べました。